はい、皆さんこんにちは。イタリア街路樹のルーです。はい、今日はですね、結構 DM とかで質問があるんですよ。コーヒーね、イタリアは美味しいでしょってね。で、どういう風に自宅でコーヒーを入れるんですかっていうことをよく聞かれます。で、前々からね、やろうかなと思ってたんですけど、こういうの知ってますかね？こういうの。こういうコーヒーね。これがね、コーヒー入れるやつなんですよ。あんまり僕はね、これを使ってないんですよね。っていうのが、めんどくさい。でね、普段、やっぱりね、こういう粉のね、コーヒー、あんまり売ってないんですよね、スーパーで。あんまり売ってないんだけど、スーパーをはしごして、なんとかこういう粉のね、ネスカフェみたいなやつ、ネスカフェもあるんですけど、今はちょっと違うやつなんですけど、こういうのを使って、もうお湯を入れれば飲めるじゃないですか。で、さて、楽々モードで飲んでるんです。で、こういうのでね、入れちゃうと、一回一回こういうの全部洗わないといけないじゃないですか。これがね、めんどくさい。でね、まあ、あえて今日は、皆さんがよく質問してくれるんで、このコーヒーをちょっと入れてみたいと思います。で、イタリアで僕が好きなのは、キンボ。ね、キンボ。変なあれじゃない。んとかボじゃないですよ。キンボ。ね、キンボゴールドとかいろいろあるんですけど、このキンボがめちゃくちゃ美味しい。これね、ナポリなんですよ、キンボってね。開けてみましょう。これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。ほら、もうね、すった豆になってるんですね。このすった豆が、ちょっと、香りがね、うわ、めっちゃいい香り。これたまんないわ、これ。めちゃくちゃいい香りですね。これはうまい。この、インドのコーヒーを入れていきたいと思います。たたーん。ね、じゃあこういうのね。この機械を、まず、蓋を開けます。ね、蓋開けるとこういう風になってますね。で、これがね、ネットみたいになってます。これね。これネットみたいになってるね。金ですけどね。全部金。で、ここね、ここにお水を入れます。お水を入れていきましょう。ただね、僕はちょっと、エスプレッソよりも普通のコーヒー、見てみて。こういうね、普通のカップでコーヒーが飲みたいんで、エスプレッソだったらちっちゃいじゃないですか。だからちょっとの量でいいんですけど、僕はできれば、これ一杯をこれで入れたいっていう感じなんですよ。わかります？だから異常に水を入れます。ここまで水入れるかっていうぐらいね、もっとね、ギリギリまで入れちゃいますね。で、普段ね、ちょっとわかりやすくやってますけど、普段ね、この水道水、普通の水道水を使いますね。これ、ほら、いっぱいいっぱい。きちきちね、ギリギリまで水入ってますね。こういう感じ。こんな感じで、いっぱいまで入れます。これね、イタリア人見たら、なんでそんだけ入れるんだよってことになっちゃうんですけどね。そこまで水入れんなよって感じになっちゃうんですけどね。で、僕は、アメリカンが好きです。思いっきりのアメリカンじゃないんですけどね。まあ、そこそこのアメリカンが大好きです。で、この豆を、だいたいね、この一杯が、一人用ぐらい。これね、一人用ね。で、水が多い分、だからもうこれね、5人前ぐらい作る計算なんですよね。わかる？ 5 人前ぐらい作る計算で、あんまり入れるとね、また濃いくなっちゃうんで、これぐらいにしとこうかな。まあ、これね、好きなだけ入れていいんですよ。好きなだけ。ね、で、ここで蓋閉めます。ここまで入れると蓋閉める。でね、この蓋を閉めるのが結構キュッとやっとかないと、ここからね、溢れてきたりするんで、ここにもちょっと穴開いてるでしょ。こっからね、空気がね、入っていいんですよね。で、これで、電源オン。ね、
電源オンしました。わかるかな。でね、普段はこれは蓋を閉めたままこういう風にします。じゃあ音がチュ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 って、音がなくなったらこの下の沸騰がなくなって上がるって感じね。で今日はわかりやすいように蓋を開けてやってみましょう。この中で一体どのようなことが起こってるのか見える方が面白いでしょ。さあどうなるかな。こっからねジュバーってるからね、ちょっと危ないかもしれない。バーッと飛んでくるかもしれない。でもちょっと怖いんですけどね。ちょっとこっち向けていい？ちょっと怖いね。横向きになってるね。出るとしたらこっからプシューってなるからね。こっちに飛んでこられるとやばいっすよね。僕どうなるのかちょっとね、危険っすね。蓋をね開けたままするのは本当危険だと思うんですよね。さあ見てみましょう。沸騰するまでちょっと時間あるんでね、ここちょっと編集でねキチチチチュッとこう縮めますけどね。そういえばね、あれなんですよ、フライングタイガーでこういうの買ったんですよ。見えるかな、コップね。コップを買ったんですよね。これだったらコーヒーがいっぱい飲めるんじゃないかと思って、ね、コーヒーって書いてるでしょうか。ラバース、ラディティでね、中どんなのかなと思って帰ってきてね、中はどんな深さがあるのかなと思ったら、見てください、見える？なんかプロペラがついてるんですよ。でね、これボタンを押すとこのプロペラがね、ジュイーンって回るんですって。で、なんていうのかな、カプチーノを作れるらしいんですよ。ここね、裏が開いてて電池がね入れれるんですけどね、これね、買うまで知らなかったね。買うまで全然普通のマグカップだと思って買ったんですよ。なのに、開けて、え？何この、なんかドラえもんのタケコプターみたいなやつって思ってさ、びっくりしたんだけどね。で、蓋を閉めてこっから飲むんですって。でも牛乳ないよ、うち買ったことないもんだって。困るよね、こういうの。牛乳飲まないし、人なんですよ、僕ね。なんか前牛乳の研究をしてた人がいて、その人と喋ってたら、なんか牛乳は子牛のもののためのあれだから、人間用じゃないから、あれは飲んだらダメなんだよとか前言われてさ、健康にね、すごい牛乳は悪いんですって。ちょっとの量だったらいいんだけど、毎日コップ一杯なんか飲んだら確実に体に悪いらしいですよ。まあ僕でほんとね、子供の時からさ、牛乳アレルギーみたいなのがあって、牛乳をちょっとでも飲んだらお腹が痛くなるんですよ。もうちっちゃい時からね。だから牛乳はね、絶対ダメだと思ってて、で、未だに毎日カプチーノとかは飲んでるんですけどね、それはちょっとの少量なんで健康のためにいいかなと思って毎日飲んでるんですよね。これがね、1日2日カプチーノを飲んでなくて、3日目ぐらいに飲むじゃないですか。もう完璧お腹痛くなりますよ。ううって。で、毎日ね、飲み続けてなんとか大丈夫って感じ。毒を飲み続けるみたいなもんですよね。毎日毒を飲んだら大丈夫。ちょっと熱くなってきたぞ。そろそろ来るかな。まだだ、まだですね。あ、ドキドキするな。めっちゃくちゃドキドキするんだけど、いきなりやってくるからね。シュコシュコシュワ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 って、その瞬間が超怖いよね。これでこう避けとこうかな。プシュって無理かな。そもそも蓋閉めろって話。蓋閉める。いや、ここまで来たら蓋開けとかないと、中でどんなことがね行われてるかっていうのをなんとか伝えたいですね。さあどうかな。かなり熱くなってきたぞ。
怖っ。めっちゃ怖いんだけど。タタタタンタタンタタタタンタタンタタ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 ン。音楽どうしようかな。どうかな。触ると熱いのかな。どうしよう。触ってみたくなってくるんだよね、こういうの見ると。ああ。熱っ。暑いです。さあどうですかね。なんかね、今日昼、ツイッターの方のね、昔、1年前ぐらいからお友達関係、まあ仲良くしてもらってる人がいてね。で、その人の、なんかスタ F っていうなんかアプリケーションがあって、ラジオ配信ですよね。で、そこでね、真似てもらって、で、ゲストとして喋らせていただいたんですよね。それがまた面白くてね、どれぐらい喋ってなかったのかな、多分8ヶ月、7、8ヶ月喋ってなかったと思うんですけどね。7、8ヶ月、多分それぐらい喋ってないと思うんですけどね。久々に喋るとやっぱ面白いですね。あとツイッターのさ、スペースってあるじゃん、知ってる？知らないかな？知ってる？そのスペースとかは、もう、何人でも入って、で、同時にみんなが喋れるのね。で、こう、そういうところで結構前は喋ってたんだけど、4人、5人、まあ、10人とか、いきなりぐわーっと、ああ、そうですか、ってなっちゃうんで、僕喋らないんですよね、ほとんど。邪魔になったらいけないと思ってる。音、鳴ってました。鳴ってきた。鳴ってきた。だから1対1だと結構ね、ずっと延々喋れるんですけど、まあ、それでもね、あんまり喋らないようにいつも気をつけて、こう、何を言ってるかに集中して、それに答えるで言うだけになるべくしてるんですけどね。自分から喋るともう喋りすぎちゃうんで。でも4人5人、人数多いところだったらもう余計ね、自分ばっかり喋ったらもうやばいと思って、喋らない。もうほとんど喋らない。名前を呼ばれた時だけ、ね、ルーさんって言われた時だけ、ああ、そうですね。でもまあそんなもんじゃないですか。とか、軽くかわして終わりみたいなね。あれはあんまりね、人気出ないと思うね、僕ね。そこで出しゃばるってことはできないからね。あ、来た来た！見て見て！見える？見えるよね。ほら、じゅわーっと出てるでしょ？ね。こんな感じに出るんですね、なんかね。あまり危険ないね。大丈夫っぽいね。湯気が。あ、こっからも溢れてる。横からも溢れ出してるよ、ちょっと。蓋閉めるのもっと強く。閉めなかったとやばかったかな。やばいのかな、これ。大丈夫？あ、来た。溢れ。ちょっと、熱いって。蓋。あ、ちょい、やばい。やばいってこれ。と感電するんですけど、やばい。コーヒー。ね、皆さんこれね、やるときは、蓋を閉めてやりましょうね。蓋開けると、やばいです。はじめはいいけど、後でいっぱい飛びますよ、これ。めちゃくちゃやばい。だってもう、中にちょっと入ってるもんね。やばー。ね、もうこれで、シュワシュワ。音がなくなったら、もうこの下のね、水が上に上がってきてるんで、もう終わりです。これで終わりね。やばい。熱いよ。ああ、熱いよ。こうやってね、入れます。わかるかな？入れたてのお茶。お茶じゃない。間違った。コーヒー。入れたてのお茶でどうすんだよ。なんでお茶って。お茶ってほとんど飲んでないの。ああ、これ、かなり、こう、
かなり暑いんで気をつけてください。いや、動いてる。やば。はい。こんな感じに出来上がりましたね。ちょっとコーヒー、マギで。何でかわかんない。はい、じゃあ、味見したいと思います。ね、こういう風にね、カレンに入れてください。わかりますか、コーヒー。カレンですよ。カレンに入れてください。全然ちゃうな。じゃあ飲みます。ちょっと味見ね。熱い。ああ、もうでも美味しい。匂いがもうね、まあ開けたすぐなんでね、香ばしいです。香ばしくて、やっぱこのイタリアのコーヒーはね、超美味しいですね。でもね、かなりね、きついんで、多分これ飲んだら今晩寝れないんじゃないって感じぐらいかな、ひょっとしたら。多いからね。だいぶわかりますね。熱い。美味しいです。めちゃくちゃ美味しいね。熱い。熱くて美味しい。はい、じゃあこのイタリアのコーヒーは、こんな感じに入れます。蓋閉めてね。蓋閉めたら危険じゃないかな。蓋開けっぱなしは危険です。やめてください。これね、注意点でしたね。はい、ありがとうございます。ではまた。さようなら。